今週はですね、江戸東京博物館。ああ、東京博物館、私も以前ね、これ番組で一回来たんです。あ、そう。素晴らしいところですね。いや、今チラッとさ、ここね、あの、この席に着くためにちょこっとだけ歩いたけど、すごいね、確かに。これ日本橋ですよ。あ、昔のこれ。あ、それを再現してあるんだ。再現してあるんです。お江戸日本橋いいよね。なんかそのミニチュアのものがあったりだとか。そう、ミニチュアダックスフンドなんかね、ないね。昔の町並みを再現したり、なんか徳川家康公のね、徳川家康公はとにかくあの天下を取った方です。知ってます、それぐらいは。あ、そうですか。うん、ね、だから唯一ここにあるんでしょ。そう、東京では徳川家康公の銅像というのは唯一。福井県福井市21歳、男性の完璧主義だそうです。お二人が思わず羨ましいなと思っちゃう芸能人は誰ですか。完璧主義と関係ないじゃないか。いや、別にいいんですよ、関係なくても。それは俺、音楽やってる人は音楽ね、やっぱ桑田さんとか見てると、確かに、あー、自分に音楽の才能があったらな。1曲でもいいから桑田佳祐が作詞作曲した曲、もう膨大にあるじゃん、何千曲何万曲、うん、1曲でもいいから作れたらもう本当に幸せだろうなって。1曲も作れないじゃん。作れないね。あ、でもピーちゃん作詞したりとか。作詞はしたけども、うん、やっぱ曲は。あ、なるほどね。作詞はね、なんとかなるんだよまだね。うん、やっぱ曲の方だね。うん、ただね、作詞もね、結構やってみると難しいんだよ。まあまあ、いや、それはそうだと思うよ。うん、俺、スマップの We Are Smap ってね、今度20周年だったかなのアルバムが出ますっつんで、うん、We Are Smap っていう、うん、そのアルバムタイトル曲ですよ。はいはい、本当に集大成みたいな曲なんで、うん、作曲久石譲、うん、ね、うん、で作詞を太田さんにお願いしたいと。うんうん、俺なんか作詞なんか、まあ、何曲かやったことあるけど、うん、曲ができてきたのが、うん、締め切りの1週間前ですよ。あ、そうなんだ。おうおう、そうか、そっち先なわけね。で、それに合わせて。ああ、当たり前じゃないですか。え、なんでピーちゃんの作詞に曲を合わせるっていうことだってあるんですか。今そういうのないですよ、曲線ですから。やかましいよ。ちょいちょい、そのパターンだってあるじゃん、作詞して。いやいや、ないです、ね、今ほとんどないですね、曲線です。やっべえ、先輩殴りてえ。で、だから俺としてはさ、じっくり考えたかったんだけど、うん、どんどん締め切り迫ってて、うん、久石譲がさ、うん、全然作んねえんだよ。なるほど。ああ、でも巨匠じゃん、向こうは。まあね。で、俺会って面識ないんだよ、しかも。で、打ち合わせもないんだよ。うん、スマップとも何も話もないんだよ。うん、もちろんマネージャーともないんだよ。うん、ただ発注が来て、うん、曲ができたのは1週間前。うん、で、これギリギリこの締め切り学ばせてくださいって。1週間でただの素人だよ、作詞。まあね、悪用でも何でもないんだよ、うん、俺。うんうん、やっぱ大変だった、その1週間でこう仕上げんの。これが不思議なことにね、うん、聞くでしょ、うん、そうすると、すごいメロディーなんですよ、やっぱ久石さんのメロディーって。別にこれは俺じゃなくてもそうだと思うけど、なんとなくスマップの面々を思い浮かべて久石さんの曲を聴いてると、なんかね、言葉がね、わーっとね、はい、あ、やっぱ浮かんでくるの。浮かんでくるもんなんですよ、これ不思議と。いや、その曲ができる前にさ、ある程度こんな感じの世界観の詩を書こうとかって思ってたわけじゃなくて。じゃない、じゃない、本当に出てくるの。だってどんな曲が来るか分かんないんだもん。いや、でもほら、なんとなく、さ、どうや、来るか、そんな曲。そんな曲が来るかもしれない。来ないよ。ただ、とにかくスマップの集大成みたいな感じで作りたいっていうことだけは聞いてて、あと、ウィーあースマップっていうタイトルは決まってたんですよ、うんうんうん、だから、まあ、そのイメージ、うん、不思議なもんですよ、やっぱ天才なんでしょうね、久石。いや、そりゃだって、それにこうふわっと浮かんできてね、合わせられたピーちゃんだって天才なんですよ、うん、まあ久石よりはね。否定しろよ。よいしょで言ってんだよ、ぶっちゃけ俺は今。よいしょって。もう今のやつが天才のわけがないんだ、こんなことやってるやつが。メガネこもっちゃった。、うん、そういうことで。